しょ。よいしょ。あ、そうか。ちょっとこれは上げとかいいね。どのぐらいかな。そう。こらえんかな。どのぐらいがいいの。私は楽しくない。何より偉い人じゃない。そして誰もが幸せじゃないみたい。心の中で読んでいた。口に出したことはないよ。お母さんも同い年ぐらいのたくさんの女の人たち、明るく笑って子供みたいにはしゃいで、私たちより子供みたい。この人たちみんなバイト？子供に戻りたい証拠。大人になったら子供に戻れる？それとも子供なんか本当はいらなかったのかな？私みたいな暗い子供。あら、探し物？おばさんの一人が私に尋ねた。店長さんかな。あ、私話すの苦手だから。あ、いいです、いりません。あら、そう。またおいでね。Thank you.
て、いつもみたいにたくさんおばさんたちが青春してる。自分の店みんな姉妹。探し物？まあ前来なかった？いえ、来てないと思います。私も悪い人間になっちゃった。あっちの世界の人になっちゃった。きっとこんな人たちになっちゃった。心を裏切るのは嫌だ。裏切る心を別れちゃうの、やっぱりドラマみたいに違う。そういうことじゃない。会社辞めようと思うんだ。お前のおじいちゃんはな、町工場の社長だったんだよ。この町がある時壊されて、おじいちゃんは就職したんだよ。
今まで機嫌悪くて。Someone said
母さんが喜ぶような服ないですか？